普段当たり前のように使っている今度はコンビネーションということで、最初にね、紹介するのが、これはコンビネーションフィルとかと違うんじゃないかって、いうご指摘があるかもしれないですけども、一応コンビネーションとして紹介した方が僕はいいと思うんですね。こういうパターン、はい、ここどこがミソかというと、あのドタドってなる瞬間があるんですね。ここね、崩れてる人すごい多いんですよ。こんなのできるよって思ってるかもしれないですけど、何が崩れてるか、音が均等だったらいいっていう話が僕はしたいわけじゃないんですね。それはいっぱい練習すれば誰でもなります。これね、もともと持ってた8のバスドラのグルーブ音質とかね、そこが何でしょう、いつもよりもなんか何割か、まあ、表現力が、まあ、低下している状態で踏んじゃうんですよ、みんな。こう普通にやったらこう、ドッドッタ、なんかタイミングもそうですけど、音色とかにも気配って気持ちがこもってますよね。でもこれドタとターンになった瞬間に、まあ、大体みんなこのバスドラのグルーヴのことを忘れてしまうんですね。ちょっとこうなんか手ばっかり気持ちがいっちゃって、ちょっと今下手すぎましたけどね、大げさでしたけど、でもね、そうなってる人いるんですよ。で、これなんでしょう、じゃあ気をつけようと思っても、強く踏めばいいってもんでもない、強く踏もう、強く叩こう、音符をきれいに揃えようだけでもなくて、やっぱりグルーヴを忘れないってことですよね。こっちも大事ですよ、やっぱり。まあ、僕が、ね、プロドラマーの先輩方見てて、かっこいいなと思う人はやっぱりこういうところがしっかりしてるなと、いつも感じております。でコンビネーションといえば、まあ、よく出てくる3連系のフィル、まあ、こっちの方が王道なんだと思います。ちょっとこれを、試しに演奏してみますね。この手順のやつですね。まあ、これ、これもやっぱり、タムとかバスドラの特性があるんですね。バスドラは音はなんというか、まあ、一番太くて重たい、ね、下の方のピッチになりますけども、下の方のピッチだからこそ、まあ、いい感じにチューニングしないとちゃんと音が抜けない。それからあまり力んで踏んでいると全体のバランスが崩れる。でそれからタムって上の方から順番に音が抜けにくくなっていくんですね。それはどうしてもこうピッチも下がっていくし、上の方がピッチは高いですよね。どんどんスネア的にこう硬さが近づいていく、テンションがね。でテンション低くなっていくと、ちょっと強く打ってあげないと音揃ってこないんですよ。だから意外と見かけのこのこっち弱くてバスラだけ強いとかね、全然かっこよくないんですよね。これ曲中とかでこうなっちゃってる人すごい見るんですけど、これ、まあ、ちゃんと鍛えるには自分でね、いろんなコントロールを、まあ、コントロール力をアップするということで、これ小さい音から始めてクレッシェンドとデクレッシェンドを繰り返すように練習するといいですね。
またこれに近い形で例えばこういうのありますよね。これもやっぱり大きさ、タムの大きさとか強さをちゃんとコントロールしないと、下の方に行けば行くほどバカラドンと強くなる感じが出ないとあんまりかっこよくないですよね。こういうフィルもそうですね。なのでまずその楽器の特性、それから自分の体使った鳴らし方っていうのでバランスを取っていかないと、いつも今ほとんどやったフレーズは王道ですけど、ちゃんと扱えないんだぞということを、肝に銘じて使うようにしてみてください。